各地の港でエイジによる武装蜂起が起きているわ。さらにはそのエイジたちが赤の女王に集まっているらしくて、これまで散々な目に遭わされて、挙句の果てに生贄だもの。当然よね。問題はそれだけじゃないの。エイジが自らを犠牲にして回乱を起こす事件が多発しているの。エイジの体内にあるオラクル細胞を強制的に暴走させ、海域を活性化させるバランの技術、その技術が闇ブローカーを介して広まっている。バラン自身が意図的にばらまいているという噂もあるわ。前から一部の過激派がグレープニルを襲撃する目的で実行に移していたことはあったけど、今はあらゆるエイジが犯行のために自爆行為に手を染めている。追い詰められて仲間を、家族を守るためにね。誰もが手を取り合わなきゃいけない時に、私たちは何と戦っているのかしら。
方の先行を確認。十分に警戒してくださいね。よし、出よう。さあ、行きましょう。動きは鈍いはずです。落ち着いていきましょう。発動開始。
すがだな。もらった。カバン、汚れちゃったな。回収ポイントの確認もお忘れなく。お帰りなさい。どんな仕事でも難なくこなしちゃいますね。苦しい戦いになるかもしれません。蛍光品の断数には注意してくださいね。やべえ、匂いがプンプンする。みんな気を抜くな。出力する。どこに行っても海域に来るハートだらけか。Thank you.
な。ジークさん、そこ危険です。そこ一度交代してください。さっきからパワーつってんのによ。サウンドワン、パワーつってんのよ。守る
置いてどうする。やべ、お前のせいで不利になった。体中バキバキなんだけど。カラ君生き残れたんです。次のミッションに行かしましょう。さっきの場所、なんかの実験とかしてたのかな。エイジの腕輪が落ちてたんだ。半端じゃない数の。周りには機械みたいなパーツが落ちてて、すげえでかい足跡が続いてた。あれはオーディンとかいうやつの足跡なのかな。ああ。俺さ、弟だったらどうしようって思って。けど弟のじゃなくて、正直ホッとしてよかったって思っちまった。くそ、一体この先どうなっていくんだろうな。
しサポートは任せてください。よし、レオン出るぞ。お前ら流れる水を見たりと少し空気が落ち着きますね。奴は死に際に自爆する。巻き込まれるなよ。中型車の接近を確認。ポイント情報を送ります。どうぞ。来たか。さすがだな。回収ポイントの確認もお忘れなく。
待機濃度順応範囲内。ミッションに開始してください。出るぞお前ら。
なりにできたかな。ポンポン吸いた。私もお役に立てたなら光栄です。ちゃんと整備してあげないとね。
ちの可能性だ。パウンド1バースト残りわずかです。当然か。いつかみんなに楽な暮らしさせてやりてえな。みんなで帰りを待っていますからね。な、うっしょ。あ、お前たちか。ジーク、元気ない？お菓子食べな。うん。ああ、ありがとう。なあ、俺たちエイジって何なんだろうな。無理やり適合させられて、ずっとヤバい仕事やらされてきて、挙句の果てに人類のために死ねだの言われて。俺さ、このままみんなと頑張っていったらいつかみんなダチになれんじゃねえかって思ってたんだ。エイジも普通のゴッドイーターも人間もみんな仲良くできる日が来るんじゃねえかって。でもそんなんじゃなかったんだな。ジーク、俺たちはどこに向かったらいいんだろうな。このままグレイプニルから逃げ続けてどこまで行くんだろうな。考えても考えても答えが分かんねえんだよ。俺はバカだからさ、頭ん中ぐる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 してダメなんだ。赤の女王もグレイプニルも俺たちも一体何をしてんだろうな。俺にはもう分かんねえよ。ジークは何したい？え？ジークのしたいことしたらいい。ジークは元気が一番だから。俺のしたいこと